ローソンだ、ごめん。急な話になってるけど、なんかその面談でいろいろその子が言ったからか知らないけど、来月から A 君が統括に上がるらしい。リーダーの話。あ、そうなの。急すぎるだろ。え？こわ。まあ頑張ってはいるけどね、最近。だってみんなに嫌われてるんでしょ。まあでも最近のヘイトが全部変な話で店長に向かってるから、彼に対してのヘイトがなくなってるけど、まあでも多分ボロ出ると思うけどね。うわぁ、やめた方がいいと思うけど、まあ知らねえ。いや多分あなたの予想は足るよ、大体あの性格は変わんないと思う。だからなったらめんどくせえタイプになると思うよ。私変わらないと思うけど、まあやってみないことには分かんないからね。まあ中には変わる人もいるけどね、責任感が芽生えてね。ただめんどくせえことになってね、多分ね、一人ほら女の子新しくなってた子いるっつったじゃん。そんなメイクドラマはありません。さ、リーダーになったって女の子いるって言ったじゃん、うん、でその子がリーダーになったことによってすげえその子にヘイトを向けてたからね、彼めちゃめちゃ。で、そんなやつが今度さ、リーダーになるでしょ、今度すげえ自分よりできない人間っていう目線で下に見ると思うよ、多分その子のこと。いや、女の子に対してもひどいでしょ。うん、まあひどかった。いや、わかった。でも、まあ、わっきーはどう思ってんだろうって。いや、めんどくさい。ええわ、やめちゃわないかな、あの人。いや、わっきーさんリーダーなんじゃないの。リーダーだよ。でしょ。うん、でも、キロどうなの。あの二人めっちゃ仲悪いよ。まあ、昨日あなたの話を聞いててわかるよ。仲悪いっていうか、あいつがアッキーに対してヘイトを向けてるから。それでさ、仲良くやれんのかね。無理だと思う。無理だと思うよ。残念だから。俺みたいに温厚なやつはできるかもしれない、うん、俺そういうの作んねえからね。で、そうなると金もらえばいいと思ってる人だ。そう、リーダー増やすと下にいる人たちの負担増えるから、ほんとやめてほしいんだけど。増えるんだったらもう朝礼で話す人も数人だけにしてほしい。全員に話したって無駄なんだけど、あの時間ないから。これはね、名残らんと思うよ。まあ、危ないと思うけど、まあシーラね、まあ、うちがやってくれって言ったことはやってくれる人間だから別に使ってるけど。
バレたのってあるじゃん、うん、首で終わりなんだ。警察までこういうのあったのってなってないと思う。いや、わかんないけど、そこはもう会社の職場がどうするかなんじゃん。まあでも許しやだな。それ客を盗撮したとかそれはね、まあ、過去にそれでクビになってる人もいるけど、警察呼ばれて一緒の点だよ。まあでも金盗んだこの場合あれどうなったんだっけな。あ、金もいたんだ。あの両替機の取り忘れの金を盗んだ子、スタッフが、うん、ダメじゃん。ていうかさ、両替機ってさ究極的にダメじゃん。監視カメラ思いっきり映ってっからさ、バレないって思ってんのが不思議だよね、うん、監視カメラのさ、どこの店も大体そうだけど、監視カメラでもあれって逆に、まあこれ言ったら甘んじゃうかもしれないけど、訴えお客さん、あ、どうなの、ありませんでしたって言うじゃん、うん、で監視カメラで、あーそこまでやる、やるの。あ、でも、うん、確認をするよ、お客さんがそう言ってたって言って、うん、まあ、あの食い下がらない人でも誰、どういう状況だ、誰が撮ったか、うん、どういう状況だったか教えてもらえないかみたいなことを聞く人いるか、それで監視カメラ辿っていけば。でもめったに言わないでしょ、そこまで。結構多いよ。あ、行ってくる。金額がでかいと、やっぱ5000以上だとみんな諦められない。オーバー青、いいね。え、青じゃないの。え、違うの。わかんない。これ青じゃないの。そうだ、見えるんだよ。あ、じゃあ手前の方がさ、実は赤でしたみたいな。あ、大丈夫か。あ、そうなんだ、やっぱ結構多いんだ、逆に言ってくる人。大体それで諦めちゃうじゃん、そこまでいいやみたいな。まあでも確信持ってたら言った方がいいよね。1万円になって9000なかったですって。生殺だけというか小銭か、小銭だけ取っちゃいました。大体言わないイメージが強いんですよ。友達もなんかやらかすことあるらしい。1万円やって、そう、9000円、うん、取り忘れちゃったんです。で戻ったらなくて。いや、だからね、みんなに、源泉行く人特にみんなに言いたい、先に札取れ、小銭から取る習慣逆にしてろって思う。まあね、小銭から取ったら忘れちゃうよ。うん、私はそれを、そういう風にやって金をなくしてる客を何、もうどんだ、何十人と見てきたから、絶対札から取ろうって習慣になってるのね。最悪小銭なんてさ、1000円だけで済むじゃん。100円それって窃盗になるでしょ。でも窃盗で当たり前じゃん。警察捕まった人いる、それ。いや、でも現行じゃないと分かんないし、結局顔がはっきり分かんないんだよ、監視カメラって所詮。かといって同じ人間がじゃあ次日を改めて来るのかって言ったら、そうそう来ないしね。ああ、あれどこ行ったっけ、カメラどこ行っちゃった、列車どこ行っちゃった、まあ、そのうち出てくる。くそー、ねえじゃねえかよ。はい、じゃあ、あの仲のいい会話の中にちょっとさりげなくないですか。まあ、言っちゃいけないのかわかんないから、一応内緒話ねって言って。いや、めんどくさそう。ん、いや、めんどくさそう。うん、なんか、やんなきゃいけない喧嘩みたいな。花一文目。